おだし。おだしは、日本の士族、武家。芝市の家臣の家柄。家紋は、あげは町、おだもっこなど。当氏寺は、着流、伊勢守家の、広氏、山和守家の、帝、後に、近世大名となる男女中華の、神など。おだ一族の発祥地は、越前国を出そう。現、福井県入宮越前町にある、鶴木神社である。本は、 藤原氏、藤原北家都市人流、後に、官務兵士助盛流を称する。実際は、隠部氏の流れを組むとされる。海氏、浅倉氏と同じく、三官令の芝武受家の守護代であり、序列は、海氏についでに位であった。室町時代は、尾張国の守護代を務める。戦国時代には、一族同士の争いの結果、壇上中華の織田信長が勢力を大きく広げた。 しかし、天下統一を目前に、本能寺の変で、信長及び、着手の織田信忠が討ちたると、織田や有力家臣の勢力争いとなった。最終的に、橋場秀吉が織田家中をまとめたが、織田家当主とされた、織田秀信成長後も政権は、織田家に返されることはなかった。しかし、織田家の本国である岐阜城は返却され、美濃の領主とされた。 関ヶ原の戦いで西軍に就いたことで、徳川家康により、織田秀信が改役され、5年後の彼の死をもって、織田家着流は断絶したと言われいる。しかし、織田信長の次男である、織田信夫を筆頭に、男女を中華の所流は存続し続け、江戸時代には、戸様の正大名や皇家、旗本、尾張藩や明石藩が老などとして存続した。中には、藤掛氏、 津田氏のように、織田を称しない一族もいる。現在でも、直系子孫が続いている。明治維新後、大名の織田屋4、家が、支者に列した。織田氏は、系図の上では、平助盛のこと自称する平親臣の子孫と称している。しかし、福井県越前町、織田の崩落寺で発見された親親を供養した、逸話島の一部には、 もう親心阿蘇良生三年かノエ方がたな、かのえとら二月十九日未国、羊の国、つまり親心は、昭和三年、千二百九十年二月十九日に、亡くなったと刻印されており、信長記小瀬保安などの文献と照らし合わせると心が百歳を超える寿命になり、信憑性が問われる。ただし、スケモリの親戚である、四条貞子のように百歳以上の長寿もいないわけでは、 ないので真実はわからない。このほか、越前国を出そう、福井県入宮越前町の小田県新社の新官の出自である、ともされている。また、福井県の郷土視野である、松原信之の研究によると、小田県新社にある、藤原信正、兵庫助広沖文の古文書で、明徳四年、1393年の6月17日に、県新社法前に奉納し、 お気踏みを記した、陳寿不将軍、藤原敏人、あるいは、敏人の学府で、鶴河軍の豪族、藤原有人、臨兵氏、の系統と思われる、藤原信政、藤原兵庫助将、広志、常松常武不死が、越前織田家の先祖に関連がある人物と伝わる。事実として、織田信長は、藤原信長と称しているが、その根拠はここから来ており、 元東京帝国大学資料編参巻の博士、田中義成の研究によると、信長は、実際に、天文18年、1549年11月、厚田八家村の厚田神宮で、自ら、藤原信長と認、したためていると述べている、加藤文書より、また、天文23年、1554年6月11日、織田信長は、厚田神宮に、 菅原道真画像、厚田神宮書像を起その絵巻には、藤原織田勘十郎と記してある。また、他の学説としては、小山自身が、ン部氏の羊とする説もある。なお、織田の読み方について、寛永書家経図伝かなぼんの振り仮名を根拠として当時、江戸時代前期には、織田と読まれており、織田信長も生前は、 お田信長と西音読まれていた可能性があるとする、橋本正信の見解がある。現行三年、1333年、県務の申請において、足利高爪、柴高爪が、越前国の守護に部任されて以降、越前守護職は、柴氏が接収していくこととなり、越前の国人であった小田氏も残時その非感想、組み込まれていったと考えられる。あとに、 芝氏は大永七年、1400年に、尾張守護、大永十二年、1405年に、東東海守護をそれぞれ加えられると、芝氏の筆頭家臣であった出事の開始が、越前守護大と、東東海守護大を兼任し、小田氏は、尾張守護大を世襲するようになった。小田氏の最初の守護大は、小田正弘の子の小田詰松、小田京広市であるとされ、この頃より、小田一族は、 越前から終わりへ移住していったものと見られる。芝屋中においては、将軍自治神扱いで、室町将軍のおなりを受けるほどの価格を誇った、返しに次ぐ、序列二位であり、法徳三年、1451年、織田郷広を八大将軍、足利義政自らが赦免して、終わり守護団へ復帰せようとした問題は、義政の母、日野茂子が出奔して抗議するほどの事件となった。 尾張守護大を世襲した小田氏総領家は、代々、伊勢守を称したため伊勢守家と呼ばれ、主君である柴氏と共に在京生活を送って、中央政界での権力闘争に終始し、終わりには在国のまた守護大、守護又大友として、代々、山と守を称する一族、山と守屋を配置して、統治を行っていた。なお、室町将軍のブレーンであった、第五次座数。 満載の日記、満載事号日記によれば、象徴元年、1428年8月6日、小田常松は病に侵され、既得状態にあったとされ、満載が常松のもとに、見舞いの使者を送った際、小田壇上という者が応対したという記述があり、これが、小田壇上、ただえ、皇術、小田信長の家系の資料上の書室と見られている。 お田氏の主君である柴氏は七大当主の柴義康の没後、八大義教、九大義剣と短命の当主が続き、家中の実権は、執権の開始をはじめお出し、朝倉氏などの重臣層と柴一族の大野家などが握っていた。やがて重臣層と一族衆の対立が深刻化し、干渉六年、1465年には、 重心層が押す渋川義教の子義門と、大野家出身の義都が家督をめぐって対立する、武衛騒動が聞ここととなった。この争いが将軍家、畠山氏の家督相続と連動したため、王人元年、1467年の王人の乱が勃発、義門と海氏や小田氏などの主だった、重心層は、西軍となり、義都氏と芝一族、 そして一部の重臣やその所流は、東軍となり争った。この時、吉門は、京都で西軍の主力として戦い、吉都市は、守護職回復を狙って、越前で戦っている。また、吉都市の子、ノ永、吉弘は、尾張にいたと思われ、文明七年、1475年、東東海国は、東軍である、駿河守護今川氏の侵攻を受け、同じく東軍であった。 東東海市五代、海都清密と共に、これを防ぎ、今川義忠が、海市に追い込んでいる。しかし、越前国では、西軍から東軍に寝返った朝倉高景が、越前守護を称して、西軍の勢力を越前から一掃していき、さらに文明十三年、1481年、頃までには、朝倉氏は軍であり、主君でもある、吉都氏。 のりなが親子の勢力も駆逐してしまった。この間、吉門も将軍、足利義政の不況を買って、官僚職、参加国守護職、芝市家督のすべてを剥奪され、宮高地を余儀なくされている。尾張国では、守護代の小田敏弘、伊勢守屋が、西軍ということもあって、西軍の優勢な地域であった。この頃、尾張の守護所が、下津城から、 清洲城に移されたという。このため都落ちを余儀なくされた、吉門も、尾張へ落ち延び、年広と共に、勢力の巻き返しを図ることとなった。しかし、応人の乱が終結した、翌年の文明十年、1478年、東軍であった、尾張又守五代、小田里貞大山守屋が、室町幕府第九代、足利義直から、 正式な終わり守護台と認められると、敏弘と吉門は京都と断じられて、討伐大将に指定されて、清洲城を追われた、吉門以後の記録には見えなくなる。しかし、伊勢守家は、織田利弘の学府であった、美濃国の斉藤明珍、旧西軍の支援を得て盛り返し清洲城を包囲した。この時、織田里貞は右目に矢を受けたという。翌文明十一年。 1479年、再三の幕府の介入により、織田敏博と斎藤明鎮は、清洲城の包囲を解き、尾張上四軍、庭軍、羽栗軍、中島軍、春日井軍を伊勢守るや、尾張下四軍、愛知軍、千田軍、海東軍、海西軍を山と守る家が治めることでは僕したとされる。しかし、実際には、千田軍と海東軍は、一色氏が、 文軍守護であった。文明十三年、千四百八十一年三月に、伊勢守家は、山和守家と争って勝利した。織田敏博の後を継いだ勘博は、柴義弘、吉長に基準した。文明十五年、千四百八十三年には家から、尾張に下校した柴義弘が、清洲城を入城し、守護、柴義弘、守護代、織田里指定の体制で尾張は、 一時の安定期を迎えた。守護、義弘のもで安定化した終わりであったが、長京元年、1487年に、大御守護、六角高より攻め、長京、遠徳の乱が起こると義弘は、両出しを率いて、将軍のもに参陣した。遠徳三年、1491年には、芝市の小田里佐田赤松市の浦上乗胸の両名は、第十代将軍。 足利義典から先行を表され剣が与えられている。また、その後の六角氏との柳瀬川原での合戦でも、幕府の主力として、小田佐都浦上則宗、若狭武田氏の一味男女の名が見える。義弘は将軍家に越前信仰の支援を望んでいたが、明王2年、1493年の明王の政変により越前奪還の夢は完全に継えることとなった。 明王三年、1494年に、美野仕事騎士の家督争い、船田合戦が起こると、小田博士博士、伊勢守屋は、斉藤大順法につき、石丸利光方についた、小田里貞、広貞田府大山守がそれぞれ沈没、戦死るなど、終わり国内が乱れたため、東,東海も、駿河守後の今川氏地下の配下であった、北条総運の侵攻を許すこととなった。 以降の柴氏は、今川氏との長い抗争に終始することとなる。なお、船田合戦終結の翌年、斉藤田泉も、大見で戦死したため、伊勢守家は後ろ盾を失い急速に勢力を失った。その後、芝義弘の後を継いだ義立は、とう海奪還のための遠征を繰り返したが、この際の義立の軍勢に、小田氏は従軍しておらず、一連の遠征は、 織田氏にとって決して賛同できるものではなかったと思えれる。このため、永正十年、1513年にはついに守護代、小田通帝が守護、義達に反旗を翻したものの、義達によって帰り討ちにされてしまった。守護代の下国上を阻止した義達はなおも、とうとう海遠征を続行させるものの、永正十二年、1515 15年に決定的な敗北を喫して捕虜となり、 終わりへ送還されたために失脚し、わずか三歳の柴吉宗が当主となり、柴氏の権威は失墜した。このような中で急速に対等を果たしてきたのが、清須織田氏の三加楼の一つ、織田壇状中華の織田義信、信貞府市であり、海東軍津島に館を構えて、交易を抑え、海西軍や中島軍を侵食して、勢力を伸ばし、諸畑城、海東軍、 中島軍などを築城した。大英7年、1527年、織田信貞がその子の織田信秀に家督を譲った頃には、男女忠家は主家をしのぐ力をつけてり、今川名護の市の今川市豊か,から、名古屋城、愛知軍を奪うなどの武ではさらに勢力を拡大し、美濃国では、斉藤道造と、三河国では、松平清康、広忠や、駿河守護の今川義本と交渉した。 その子、織田信長は、父の没後に起こった織田家の内紛を沈める一方で、名目上の主君であった芝義宗が、守護代、織田信友により殺害されると、芝義宜を放じて、清須を出し、山と守屋を滅ぼ、さらに岩倉を出し、伊勢守屋も滅ぼし、後に芝義宜も追放した。さらに尾張へ進出してきた今川義元を、桶狭間の戦いで破り、 終わり地田軍や三河壁海軍を擁する水野市や岡崎城を中心に三河一帯を制した徳川氏と同盟を結び、さらに海の国の武田氏とも友好的関係を築いた。信長はこうした外交的安定を背景に、美の異性勢力を広げ、上洛し、将軍、足利義明を擁立する。信長は義明と連携し、 中央政権としての影響力を誇示していたが、吉明はやがて独自性を強め、大江国の浅井長政や越前国の浅倉義景、さらに本願寺や海の国の武田信玄ら、反信長勢力を迎合し、信長に対抗する、信長方囲網。元記年間には、武田信玄が正常作戦を行いとうとうみ、三河へ進行するが信玄の死去により作戦は中止され、 反信長勢力は、各個撃破され、将軍義明は、西洋道の貧乏国へ追放され、室町幕府の滅亡により、織田政権が樹立される。その後も信長は家臣を、各方面へ派兵して、統一事業を進めるが、天正十年には、本能寺の変において、家臣の明智光秀に攻められ自害。この際、信長の着難で、織田氏の当主であった。 織田信忠も二条城で自陣したため、政権の中核となるべき人物を失った、織田政権は崩壊した。本能寺の変の後、清洲会議での決定により、信忠の着難、秀信、三法師が、織田宗家、織田壇上中華の宗家を継いだ。実権は、橋場秀吉に奪われたものの、その後秀吉から祖父、織田信長のかつての居城であった。 岐阜城十三万三千国を与えられ、大名に取り立てられた。また、秀吉の旧州でもあったため寄人として偶され、官位は中納言まで昇進し岐阜中納言と呼ばれ、豊臣政権を構成する有力な大名の一人となった。しかし、秀信は、関ヶ原の戦いで西軍に属して戦ったために、改役され、身柄は高野山へ送られた。そして、秀信の死をもって、 織田信長の着流の断絶ということになった。このことから、織田家着流は徳川家康により滅ぼされたとも言える。なお、高原武官、一般的には、義所とされるでは秀信に、娘がいたとしており、その娘と、六角吉坊の間に、宇宙里が生まれたという。また、着流団系が、豪州西山氏や織田氏として到着したという記録もあり、 これが事実であるとすると、着流男系は正式な武士としての身分は失った。ものの、私分の階層には止まり存続したことになる。以上の記述が正しいとするならば、信長の着流男系と着流女刑は存続していたことになる。関西重修所家府など、公的な系譜では秀信に、死女はいなかったとしている。本能寺の変以降、織田信長の血筋を引き継いで明治まで続いた系統は、 主として、次男信男、を、七男信孝高、九男、信貞の子孫である。信男は、小牧、長久手の戦いで、徳川家康と組んで秀吉と戦う者の子を、服属するに至った。小田原政伐の後に、国替え、従来の百九万国から家康の給料を百三十万国への、天保をめぐって秀吉と対立し、改役となった。ほどなく、 許されて、乙ぎ衆として、秀吉、秀頼府市に仕えた。長男、秀夫は、父とは別に、越前王の五万国を与えられたが、関ヶ原で西軍に属し海益となった。次男、茂尾、三男、高尾は創生した。信夫自身も、関ヶ原で西軍に組みしたため、一旦所領の一万八千国を没収された。大阪冬の陣の直前に、大阪城から退去。 豊臣家滅亡後には、山和国宇田軍及び、上野国寛田軍などで5万国余りを与えら、大名に復帰した。織田信夫の子孫は、四男、信吉の系統が、上野尾端藩、後に、出羽河藩、天道藩の2万国の大名となった。また、伊津尾、校長の系統が、山和宇田松山藩3万千国、後に2万8千国、後に、 丹波柏原藩二万国の大名となった。信吉の子、信正の家臣団は、信正の後見人という立場の校長が自ら、宇田松山を領有ることに反対し、宇田も、小田信吉や、小畑藩の所領であると主張したが、幕府は、高町の相続を認め、その代わり、信吉家を、小田本家とした。宇田松山藩主、小田校長の三男。 長政は三千国を分け与えられて分家し、後退より愛となり、その子孫は後家旗元になった。明治期から昭和期にかけて活躍した芸術家の小田一馬は直系の子孫であ、さらに長政の次男、信清は三百国を分け与えられて分家し、旗元になった。信吉系、皇朝系の両大や共に信長の末裔ということで、小藩でありながら、 幕府から純国主、国持ち並みの優遇を受けた。しかし、江戸時代中期に、それぞれ、名和事件と、宇だ崩れにより、陣や、無常大名に降格された。校長系小田氏は、価格引下げだけでなく、さらに二万国へ減報となった。柏原藩小田や、校長系は、以後も、騒動や、不祥事が続き、新旧、新票、新守、新員氏への四代にわたり、 藩主の地位をめぐるお家騒動、悲鳴騒動及び、ほや騒動が起きている。信長の代で信長の段形は絶え、細川氏や黒田氏などから養子が入る。また、親民は、廃領した、江戸屋敷に町人を住まわせて、金品を受領していたのが発覚、下屋敷を没収される。天道藩織田屋、信吉家は、財政再建に成功したとなり藩、上杉家の助言を得て、 米沢藩から淡水魚の提供と交渉の派遣、交渉からの資金提供などを受け、地魚の養殖や将棋ごまの製造、浮世絵の販売、紅花の専売を始める。手彫りの将棋ごまや、様の工芸品は後に、天道の特産品となる。その他、天道藩、柏原藩の両だけは諸子には、津田製などを与え、家臣として分家させた。具体的には、 宇田松山藩主、織田校長の伊豆津田頼房の系統や高畑藩主、織田新浮の十男、津田長里の塔などを挙げられる。明治に入り、両家共に家族となり、死者を与えられた。天道藩最後の藩主で、死者、信氏の養子氏、娘婿となった信爪は、しちゃんの冒険で知られ、聖ちゃん坊などの流行を生む。その後、彼の長男である。 織田信ぶ次男の織田信明と引き継がれ、信明の子である、織田信ぶへと続いている、女系一代挟むが信長の血筋である。現在でも天道氏との交流が続く。また、所有の信ぶが二が21世紀に人間将棋への参加や明智家の末裔との交流を行っている。柏原藩織田家の当主は、コピーライターの信ぶである。歴史雑誌、ムック等に、 たびたび寄港している。信長の三男信高は、秀吉との交想に敗れた後、天正十一年、千五百八十三年に自害。四男、秀勝、おじまは、天正十三年、千五百八十五年に病死。五男、信房勝長は、本老寺の変では、長兄の信忠と共におり、二条城で戦死した。信傘の長男、勝吉は、 前田利長に仕え、六百国を治療した。信長の六男、信秀から十一男、長寿までの息子たちは、秀吉の家臣となった。しかし、関ヶ原の合戦で、息子たちの多くは西軍に属して没落した。六男、信秀は父信長より、美濃の指に所領を与えられた。秀吉が権力を掌握すると、大御国久留元軍に移された。 関ヶ原以前に死去。長男の茂春は、理由不明ながら、父の医療を告げず、次男、虎坊氏も続徒に殺害されてしまい、家は絶景となった。七男、信鷹の系統は徳川幕府の旗本となり、後に、後家旗本になった。大見国内で二千国余りを領有し、九代、信真で維新を迎えている。フィギュアスケート選手の織田信成は、 この家系の末裔と自称する。八男、新吉は、秀吉から、大見国神崎軍及び、井上軍で二千国を与えられる。関ヶ原では、西軍の大谷義継に属し、首相義継はじめ大半の同人諸将が討ち死にした、ものの、新吉は戦場を離脱した。戦後に海役となり、長男、両方の子である義尾は、京国高国の家臣になった。 九男、信貞も、秀吉から、大見国の神崎軍、加茂軍内に戦国の所領を与えられたが、関ヶ原後に改役。長男、信次は、病気がちであったが、その子、信貞の孫である定官は、尾張藩主、徳川光友に飯抱えられて、過労にまで抜擢された。また、定官の次男、長井は分家し、同じく、尾張藩に仕えた。信貞の次男、 小田正家は、寛永元年、1624年、父に代わって、再び千国余りが与えられ旗本、後に皇家となった。あと二分地により七百国余りに減った。帝王家の三男、貞則四男、帝輝は分家し、それぞれ旗本になった。静岡藩主、徳川家里に仕えた、小田泉野は、帝、輝の子孫である。 帝王家の孫、津田長恒は、皇家織田家の着手であったものの、病気のために着手の地位を退き、大見国神崎軍河井寺村に併居した。その子孫である、織田室、津田貞秀の長女、正恵は、江戸時代後期の画家として知られる。十男、信義も、秀吉の家臣になり、後に茶人となったが、慶長十四年、千六百九年に病死。十一男 長寿は、関ヶ原では兄、新吉と、同じく西軍の大谷義継に属し、戦場から脱出できず戦死した。他に信忠の上に、所長詩で、信政がいたという説があるが、実在したかまた、信長の実施か不明である。判例、系図には、諸説あるため平記する。清須長子の信長以前のお出し系図、推定。 藤原正宏と小田爪松を同一人物とし、小田爪地区をその兄弟としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。